本日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ、ということで、はい、カープは絶賛試合をしておりますが、はい、今週もですね、スポラバチャンネルでは、こちら、スポラバチャンネル的今週のカープ第4週をお届けしたいと思います。はい、振り返りますか。はい、もうね、開幕からおよそ1ヶ月ぐらいですか、はいですね、経ちますけれども、はい、まあ、そうですね、ドラゴンズ、そして巨人と4連敗ありました。4連敗ありましたね。はい、がやっぱ広島に帰ってくると強いですね。強いですね、うん、まあ、やっぱり地元の力を借りて、はい、連敗を止めたというのは大きいですよね。まあ、その中でも今週動いたんですね、東邦ね、はい、まあ、開幕してからね、ちょっと小園選手が、うん、打撃の方がね、率が上がらないというところで、はい、広島に今週がレーサーズ戦からね、打順を振り返りましたね、東邦、はいはい、まあ、でもその中で3番の小園選手がね、ちょっと不調だったら西川選手を、ね、1番から3番に下げて、はいはい、で小園選手8番に、はい、まあ、1番にはね、大森選手や堂林選手が入ってましたけど、はい、まあ、そういった動いたことによっていい結果が出たのが非常に良かったですね、うん、そして、まあ、その動いた時8番に追った、まあ、小園選手もね、ヒットも出ましたので、うん、まあ、そういったところで、まあ、小園選手のね、調子を上げていこうといったところで、うん、まあ、チームがそういう打順にてこ入れをして、はい、勝ったのは非常に大きかったですし、うん、ね、うん、そうですよね。だから、まあ、そういったまあ、起用打順を変えてガタガタガタっていくのではなくて、うん、その起用に応えてまた勝利でこう、その通り戻す感じ、その通りですよ。ありがとうございます。 でも結局この選手も、まあ、はい、極端に言うとベンチにっていうことはなかったわけでしょ、うんうん、8番で何回も出てグラウンドに出てもらってなんとかこう復調してもらいたいという、まあ、それだけ常にねグラウンドに出てもらわなきゃいけない選手だよというね、メッセージも入ってると思うんでね、子供選手に対する。いやでもそれがだから金曜日、22日ですね、22日の試合で小園選手がまあ8番で出て、まあ、ヒットを、ね、打ったじゃないですか。そうそうそう、あの時の笑顔は良かったですよね。ちょっと気持ち的にやっぱりね、リズが上がらないと非常にちょっとこうね、見えるところあるんですよね、はいはいはい、バッターも、うん、じゃあ何かこう突破口じゃないですけど、そうですね、そういうきっかけになっていけばいいですよね、うんうん、さあそして、まあ、スポラ版をやった4月23日は、はい、今日も勝ちました、ね、今日も勝ちましたね、はい、森下投手、森下投手、はい、まあ、前回の森下投手がやられたので、はい、本当に今日、ね、23日のゲームにかける意気込みっていうのはね、顔がちょっと違いましたからね、うん、もう一球一球結構丁寧に投げてた、本当真剣に、あ、うん、だから1球1球の間は長かったしね、ちょっと序盤の球が多くなりましたけども、うんうんうん、まあ、いいピッチングになりましたよね。そうですよね、はい、まあ、なんといっても私はですね、末金選手、はい、今週一番 MVP やっぱ末金選手だね、いやー、よく見て、そうなんだ、ありがとうございます、はい、でも本当に昨日、たまたまじゃないですね、昨日カープ松田スタジオに取材行かせてもらったんですよ意図的に行ってたま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 じゃない、意図的に行かせてもらったんですけど、うん、末金選手すごい練習前に川田コーチとか東出コーチすごいこうアドバイスなのかな、すごい内容までは聞こえないんですけど、はい、こうすごいお話をされてたので、はい、なんか今日打ってくれたらいいなと思いながら記者席に入っていたら、うん、なんと、しましたね、打ちまして、3本打ったんだから、そうですそうです、そのだけは、はい、そう、いやールーキーですよ、ルーキー、まあね、吸収するもの多いで初めて対戦するピッチャーばかりなんだけども、やっぱり対応能力とか結構あるかもしれないですよね。で、まあどちらかというとちょっとね、大きい方ばっかりこう狙われ、期待してたけども、今のバッティングって右方向とかセンターとかってことで非常にこうヒットもよく出てるんでね、これでいいと思います。今日肩も良かった、はい、びっくりした、すごいです、まあ、がたいはね、いいので、はいはい、でも走っててショートバウンド取った、でその後の送球本当に良かったですよね。 ああいうところでやっぱり森下投手も救われましたからね、うんうんですよね、そうそう、ああいったこうルーキーが活躍するとまたチームにね、うん、いい影響になりますからね。そうだから、まあ今シーズン始まって1ヶ月ぐらいですけど、いろんな人がごめんくしゃみがくしゃみ出る、あ、びっくりした、俺もう間違えたかと思って、なんかどうぞ、ごめんなさい、どうぞ、ごめん、大丈夫、止まりました、大丈夫、止まりました、ごめんなさい、はい、いや、いろんな人が、はい、活躍してるから、そういったところが非常にいいですよね。そうですそうです、決まった選手だけじゃなくて、いろんな選手が活躍して、まあ、前半上本選手が引っ張ったよりね、うん、今は末金選手だったり、今日は堂林選手だったり、ね、ホームランね、ありましたし、いやありますね、これは、まあ、交流戦でどうですかね。そうね、そうですよね、まあ、とりあえずゴールデンウィーク連戦松田スタジアムあるので、はい、できる限り松田で勝ってもらって、いや、もちろんもちろんもちろん、そうですね、勝って、うん、いい勢いで、はい、行ってもらいたいと思います、はい、さあ、ということで参りましょうか。石山スクープ、テレレテレテレ、
さて最近はですねクイズ形式が板づいてきました。はい、はい、それではここです。西山スクープクイズです。はい、開幕から快投が続くカープ所投手、これまで4試合に登板して全試合でクオリティスタートを記録、このまま順調に登板を積み重ねれば、うん、球団で19年ぶりとなるある記録を達成することになります。それは一体何でしょうか。19年ぶり19年ぶりにある記録を達成する月間 MVP じゃないな。いや4月月間 MVP 投手の違う、あ、わからない。ちょっとこれ、ね、難しかったかもしれません。はい、球団日本人サワーの19年ぶりの規定投球回到達、ちょっとマニアックでございます。ケンさん以来、ケンさんね、違う、高橋ケンさん以来ね。そうです、そうです。カープの先発陣、ちょっと待って、まあいいですよ、言ってカープの先発陣はですね、まあ、現在大瀬良投手、クリトス、森下投手はじめ、まあ、右投げの活躍、うん、ね、先発陣投手活躍してますが、はいはいはい、少し遡ってみても、まあ、黒田投手、前田投手、前田健太投手、みんな右投手、そうなんです。で、まあ、沢村賞を受賞しましたクリス・ジョンソン、クリス・ジョンソンさん、うん、ね、まあ、いたものの、まあ、左でしたけども、日本人で、そうなんです、ほとんどいらっしゃらないということで、規定投球回に到達した日本人の左のピッチャーは2003年の高橋健さん、うん、はい、投手コーチですね。はいはいはい、最後以来になるかもしれないというところが回答してると。そうなんです。ちょっとまあその規定投球回数もうちょっと後半になって、そのさまだ早いよそれはさちょっと前のめりを使う、かなり前のめりそうでした、ね、でも確かにそうだね、左投手先発ピッチャーなかなかね、あの1年間シーズン通して活躍するピッチャーいなかったってことだね。そうなんですよ、まあ、そう言われると19年ぶりですからね。でもそういった意味ではね、高橋健さんがそのコーチにね、はいはい、左投手帰ってきて、そういったところ投手のアドバイスなんかもね、そうですよね、いい具合にね影響してるのかもしれないです。確かにこう、だからサワンが多くなってきてるんですよ。だから玉村投手だったり先発ローテーションで、まあ高橋光也投手、はい、先発のピッチャー、はいはい、あー、うん、どんどんまあね増えていくと、やっぱり左投手ってのは貴重ですから、貴重貴重貴重、ね、やっぱちょっと角度が違うから、あ、右投手こうだったら左投手こう、あ、そうか、みなみさん右投手がこうだったら左投手がこうだったら角度が違うね、あー、ボールの、そうか、うん、だからもう本当このまま、まあちょっと気は早かった、気が早い、だからそれが言いたいよ俺はちょっとクレームが、クレームが来てしまう。だから最初4月月間 MVP とか言ったでしょこの時期のなんかなのかなと思って、確かに4月月間 MVP も気になりますけどそうなんです。まあ、あの、またシーズン後半に19年ぶりですって言えるように、床田投手活躍期待しております。はい、はい、さあということでですね、次回スポラバ4月30日お休みとなっています、はい、まあ、その、代わりにですね、4月30日午後1時からは、うん、野球の頂き鈴木誠也選手の特番をお届けしますので、ネーミングなのに野球の頂き、鈴木誠也が選んだ道でございます。選んだ道は険しい道だけども、そうです、登れば素晴らしい道ですね。はい、もう独占映像満載です、ね、満載なので、あのプライベートジェットが映ったじゃないですかあれが気になるね。そうでしょう。その備品が。備品が、そうですね。楽しいですよね。またあのこういったご時世ですので、海外の映像っていうのだけでも楽しめると思います。ぜひね、うん、ご覧ください。はい、そしてスポラバチャンネルでは野球に関するトークテーマ大募集しております。こんなことを知りたいという、テーマをですね、スポラバの番組ホームページとスポラバ公式ツイッターで募集しておりますので、どんどんご応募ください。はい、それでは、よいよろ。